どうもフィッシャーズのマサイです。シルクです。坂本です。ペゲおときのこの家でモヤモヤかくれんぼやりたいと思います。やったー。モヤモヤかくれんぼね、どういうかくれんぼかっていう話なんだけど、普通かくれんぼって一番最後まで残ってた勝ちなんだけど、決められた順番に見つかってしまった人が罰を受けるってかくれんぼです。はい。例えば今回はこの、5人が隠れるんだけど、2番目に見つかった人と4番目に見つかった人が罰ゲーム、はい、ってなった場合は、一番最初に見つかった人は罰ゲームなし、2番目と4番目に捕まった人が罰ゲームあり、そういう形になります。はい。今5人いるんだけど、5番目に捕まった人が罰ゲームっていう話になったら、最後まで残ってたんだけど罰ゲーム受けちゃう、隠れる側も大体何番目に見つからないようにしなきゃっていう頭の中で心理としていろいろ戦っていくっていう形のゲームです。うわー。今回は何番目と何番目を捕まったら罰ゲームにする。そっか、それは鬼が決められるのか。そうです。今回ね、マサイが探しに行くんだけど、まあ5番は食らってもらおうかな。一番最後ね。はい、いいね。あともう一人4番目もいいっすか。おお、じゃあ最後とその1個手前ね。はい。ってことはね、最初の方に見つかった方が勝ちなんだ。はい。でもね、このかくれんぼ1個ルールとして、はい、最初の方に見つかればいいやつって思いっきりまんまにバンと出るのはなしだから、そうちゃんと隠れた挙句そうならなきゃいけない。4と 5? そう。このゲーム罰ゲームかなり重いよ。そう楽なことやってるくせして。前回はですね、はい、罰ゲームを受けた2人10万円ずつで何か企画をやってもらうと。うん、今回も4番目と5番目に捕まった人は10万円を払うと。また10万かよ。実費で。やだ、絶対やだ。頑張ってください。じゃあちょっとやってみようか。やってみよう。はい、あ、もう一ついいですか。今回ですね、ちょっともう一人メンバーがいます。あ、一匹。はい、ちくわです。ちくわも隠れるか。隠れるか。隠れる方なの。お前でも10万払えねえだろ。ちくわも入れてあげようよ。隠れる側に。隠れる側に。ああ、まあ確かにね。今回逆に後ろだからね。じゃあちくわそっち側に送るわ。隠れるか隠れないかはちくわしない。そいつしないでしょ。はい。強制的にどっかに入れるとかしないから。しないです。ちくわのやりたいように隠れさせる。やってみようか。やってみよう。本当な。難しいぞこの家。いや本当にむずいよ。10分隠れる時間ください。わかりました。はい。じゃあ僕は表にいますので、10分経ったらこの家に入ってスタートします。はい。わかりました。じゃあ。隠れてください。よし。部屋に戻りました。ここで早速見つかったメンバーがいます。ちくわちゃんです。まあお前は仕方ねえわ。隠れも知ってる。知らねえか。ここ玄関です。シューズボックスがあります。この部屋が俺の作業場、オフィスになっております。隠れようと思えば隠れることは可能かな。この能面がかかってるドア、これね、クローゼットなんですよ。ここまた怪しいね。ゲストルームはこんな感じ。一番広い部屋だね、ゲストルームは。ここで隠れてるやつがいたら結構勇者だと思うわ。スタジオ、撮影部屋ですよね。ここ、とても広い部屋です。洗面所、風呂付きのね。最後はバスルームです。まあ普通ですよね。隠れる場所ないんじゃないかと思ってたんだけど、意外と隠れることできてんのね、この家。はい、ということですね、マサイ、これから探し始めます。行きましょう。さあ、いるか、いないか。とりあえずですね、カーテンの裏をね、無難に見ていきましょうか。いないか。さすがにそんなドシンプルにいるわけねえもんな。一回見てみよう、倉庫。ずらします。いや、これむずいだろ。ちょっとね、まだ映しちゃいけない企画とかあるから、いや、そう、さすがになんか別の場所行きましょう。いや、ね、こういう序盤にね、風呂場の上とか見た方がいいと俺は思ってる。俺覚えてるよ、前回ね、ペケタンがね、ヤバいとこ隠れてたのよ。2回目やってっか分かんないけど、一応見てみるわ。うん、ないよな、だってペット用品しかないもんね。あれ？ちょ、待って、明らかにおかしいだろ、これは。ちょ、上覗いてみますわ。いやでも待って、そういうトラップか。いるんじゃねえかって思わせるためのトラップか。え、いねえわ。いなかった。別のとこ行きましょう。電気つけるわ。めっちゃ細いとことか見たけど、ここはいなかったわ。次トイレ見ます。はい。まあでも一応確認するのは大事だから。
ここ見てみるか。入り口にいんのかな人って。開けます。明かりつけましたね。ここにトランクケースがあって、であのちくわをね入れるねケージがあります。靴がザーッとあって、でバスケットボールがあるんだけど、俺ねこんなところにね発泡スチロール置いた記憶がねえんだ。俺手の置物もねここに置いたことがないんだ。直立マジきついね。熱気がね、溜まるよね、これ狭いからね。もくもくしてる。ゲストルーム入ります。ここ隠れる場所って言ったらどこだろうな。ここ隠れてると思ってたっていうところか、シルクの部屋にあったんだろ。そこは見とこうか。おい、出てこい。あ、いねえ。いないわ。で、この部屋まだカーテン見てない。押して、感触だから人間出るってこっち。いませんわ。マジでこの部屋ないの。相当うまいじゃん、隠れんの。オフィス、出てこい。いない、カーテンはいない。皆さん絶対気になってるでしょ、ここ。ここクローゼット開けます。いない、いないんだけど。レベル高いね。高いね。どこだ。あれ、ちくわどこ行った。ちくわ消えたよね。え、ちくわ、あ、いない。え、ちくわ隠れた。ちくわ隠れた。チク？チク、チクワ。ほら。どこ行った？いた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 。あ、いたいた。隠れてた。よかったよかった。もうここしかない。でも、ここに残り4人隠れてるってこと？え？ここはないの？おい、オールメンバーてめえらどこ嫌がる？裏。あー、怖い、びっくりした。あー、怖い、びっくりした。まだ見てないところいっぱいあるからね、見ます。前回いたんすよ、こんなバカみたいな細いさところに隠れてる人間がいたんだよ。いないわ。マジで。ここは見てないわ、ここは見てないわ。こんだけ探ってんだけどな、冷凍庫にはいない。キンキンのメンバーがいるかもね。そんなことはしないよな。はい、しないです。 Oh my god。 まあ、風呂場の方がいいんだった。あいつらだったら隠れてるしって思うし、で、びっくりするだろうな。この上に俺、キザ置いてるからさ。すいません、誰かいませんか。誰か、おーい、誰かいませんか。誰かいませんかね。俺こんな機械置いたことねえんだけど。どうもバイバイです。お前すげえ、マジで。よし、絶対見つかんねえと。やっぱね、YouTube 長くやってるだけあるわ、お互いに。編集で入れ替わってるかもしんないしな、それ見つかった順番が。となると、あいつか。いや、もう一回見た方がいいな、じゃあここは。奥にいんのかな。いや、上パイプあるしな。いや、ないな、うん、改めて見たけど、ないわ。じゃあどこ、じゃあどこ。いやね、あの、そうよな、やっぱ色って大事なんだよね。サムネの場合さ、邪魔なものがあったとするじゃない、うん、それを同じ色で消したりする時もあって、似たような色とかにかぶせてね。そういう技術ももしかしたらかくれんぼに通用するかもしれないよね。なあ、ん、しかもあの服さ、サバゲーのちゃんとしたさ隠れるようなやつだね。ねえ、おい、出てこいよ、ポテト。あ、マジ、この体勢きつい。
見つけろこれで分かんなかったってなわけ。全員スタジオの部屋に来てください。はい、ということで皆さん、かくれんぼお疲れ様でした。お疲れ様です。マジ見事だったわ。むずいよ、ね、わかんねえ。問題は他なんだよ、はい、これめっちゃ怖いな。今回は5番目と4番目が罰ゲームです、はい、発表します、はい、1番目、んだほ。よし、あー1番目なんだ。ただちくわよりは、あ、じゃあ1匹目なんだ。そう、玄関まで来てわーいわーいって来ました。2番目の人です、ザカオ。お前か。俺だったんだ、2番目。はい、待って、あさみ、そうだよ。この時点でさ、前回のメンバーのうち1人入ってんだよ。そうだね。いや、4位から行っちゃう。4位から行きます。じゃあ、罰ゲーム1人目、はい、4位の発表です。シルクロード。ちげえよ。それ飛ばした後の10万いっちゃきついね。ちょっと待って、ダミーでシャワールームの方の上を開けたのよ。やられた。開けて逃げて風呂場の方の上行った。え、そっち。いや、ちょっとさ、2人さ、カーテン側向いてくんね。うわー、いやー、何それフルナイスタイル、はい、うわー。いやー、これ肩叩かれるやつか。そうです。肩叩かれた方が3位。そうです。戦えなかったですか、罰ゲームは。そうです。うわー、怖え。しかも1位。おお。第2回かくれんぼはどっちが罰ゲーム食らうのか。うわー。まだ祈ってる。え、ということで元気でーす。マジかー。1位おめでとうございます。本来はね、一番上手だもんね、はい、まあ、じゃあ今回は俺と元木だな。そうですね。今年の罰ゲームも重たいねえなー。経済ガン回しやな。やばいやばい、社会の歯車ブラザーズ。風呂場に3人いたんだよね。冷蔵庫の上は普通見るやん。普通は風呂場も見ないんだけどね。そうだよな。じゃあまた第3弾あればやりたいです。そうですね、次どっかでやりましょう、うん、はい。めちゃめちゃ狭いところでやったらそれもそれと面白そうでした。確かにね。はい、10、10、20。なんで俺20万円なんだろう。ちくわも10万だよ。あとお前10万だったら俺10万払わなきゃと思った。そうね。目がびっくりしてる。なんですか。動画見てくれてありがとう。セガンベリ Twitter、インスタ登録よろしく。他にもいろいろやってるので、たぶんに確認しておくように。チャンネル登録よ。